王の写本を開いた姿。王の写本はシのエッターが記録されているアイスランド語の写本である。写本番号は GKS236542 など。写本は45枚の用品紙でできており、1270年代に書かれたと考えられている。ただし32枚目の後にあった8枚のページが現在はなくなってしまっている。失われたのは シグルドリーバの言葉の終わりの部分からシグルズの歌断片の終わりの部分までであり、亡くなった部分に書かれていたことはボルスンガサガの内容から想像できると考えられている。この写本に収録された詩の大部分が唯一の情報源となっている。1643年に当時アイスランド南部のムラスカールホールトで死去をしていたブリンニョールブルスベインス村の財産となるまで、 その所在は全くの不明であった。そして1662年、彼はデンマーク王フレデリック3世にその写本を送った。写本はその後、1971年4月21日までコッペンハーゲンにある王立図書館で保管された。それからレイキャビクへ運ばれ、以後はアウルトニ・マグヌスソン研究所で保管されている。そのような貴重な荷物を運ぶにあたり、 飛行機での移動が十分に信頼されている時代ではなかったため、写本は儀上兵に伴われて船で運ばれていった。スノーリのエッダを伝える主要な写本のうちの一つも、また、王の写本という名前がついている。成立は14世紀前半にまで遡り、55枚のベラムバー紙で作られている。それはまた、前日の グリンニョールブルからフレデリク3世への贈り物の中の一つであった。1985年にアイスランドに返却され、現在はアウルト・マグヌスソン研究所に置かれている。ありがとうございます。